神の栄光の現れっていうのはね、問題とともにあるっていうのは確かですね。それでそれを通してね、信仰が強められてきましたね。まあ強められたといってもね、まだまだ下ですけども、見てきましたよね、いろんな神の技ね。私と、チェコ人の主人は、もともと神様を全く信じていなくて、サリさんと出会ったのは2014年の5月で、主人の同僚の奥さんがサリさんと同じ仕事場で働くようになって、それで連絡先が回ってきて一回会うことにしました。そして2014年の、12月に私の主人アレッシュが膵臓がんの末期ということが分かって、すごく悲しかったです。どうすればいいんだろうって思ってました。その時たまたま私はクリスチャンの方が書いた本を読んでて、そこに愛する人が病気なら祈りなさいって書いてあったので、もう私にはもうそれしかないって、やることそれだけ、それしかないって思って、ただただ神様どうか私たちを助けてください、主人を癒してくださいってずっと祈ってて、そんな日々が3ヶ月続いてました。2015年の2月に抗がん剤の治療が始まって、その2ヶ月後にはその膵臓がんのもうがん細胞が奇跡的になくなって、腫瘍マーカーももう正常の数値に戻り、お医者さんもすごい奇跡が起きたねっていうくらいびっくりされてました。でその年の6月に秋元牧師とミッションチームの方々がプラハに来てたので、サリーさんが私たちを呼んでくれて、私たちはそこに行って秋元牧師に実際に手をかざしていただいて、主人の膵臓がんの癒しの祈りをしていただきました。そのがんがあった場所が非常に悪い場所だったので、膵臓、脾臓、十二指腸腸を全摘して、胃袋も3分の1取るということだったので、数時間で終わる手術は12時間かかりました。で次の日病院にお見舞いに行きました。でも主人はやっぱりまだ痛くて、私は主人の手を左手で握って、この右手で主人の傷口をかざして、神様ってどうか助けてください、癒してくださいって祈ってました。え、どうしたのって聞いて、昨日すごいことが起きたんだよって言うから、え、何があったのっていうふうに聞いたら、主人が昨日夜の11時過ぎても痛みが全然止まらなくて、眠たいのに眠れない、それでずっと病室に寝てた時に突然真っ暗い部屋の向こう側に小さいオレンジの光が出てきて、その小さい光がだんだん大きくなって、光が大きくなるにつれて部屋中が明るくなって、そしてその光がいきなり主人の体の中に入り込んだと言ってました。そして首から胸からお腹とゆっくりとその光が移動してって、その光があまりにも眩しかったので、もう目で分かったそうです、移動するのが。そして移動するたびにそこの傷と痛みがなくなって癒されていくのが自分で分かった。でその時の感覚がもう何とも言えないいい気持ちで、今までに経験したことのない気持ちで、この時間がこのままずっと続けばいいって思ってたと言ってました。気がついたら主人は泣いていて、あ、神様だったって
その時初めて理解したと言ってました。そこでようやく私は教会に行きたいって心から思えるようになり、その日から聖書を最初から続けて読むようになり、そして毎週日曜日午後二人でブラハ教会に通うようになりました。ちょうど駅のホームで、私が教会に行く途中、主人は教会から帰る途中で駅のホームでばったり会いました。その時、他にも降りてくる人はいっぱいいたのに、なぜか主人のところだけまるでスポットライトが当たったように光り輝いて眩しかったんです。そして私は次に思いながらプラハ教会に着いたら、そこでサリーさんとマリックさんが、チェコ今さっきアレッシュがみんなの前で神様を信じるって信仰告白したよ。私はもうどうしていいかわからなかったので、もうサリーさんに電話してメールして、どうしたらいいんだろうってアドバイスを求めたら、サリーさんはとにかく感謝しようよって、そういうふうに言われて、2月10日に MRI に入って、またさらなるがんの検診をしたんですけれども、抗がん剤を6回受けたにもかかわらず、がんが肝臓にさらに広がっていて、でも現実はすごく厳しくて、どんどん悪くなる一方でした。もうこの時はすでにもうほぼ毎日のようにサリーさんとメールと電話で、もうほとんど電話です。電話でやり取りしていて、どうしようサリーさんって言ったら、サリーさんはそれでも感謝するしかないよって、だから感謝しようって言われて、いつもサリーさんが、結果は神様だけにしかわからないから、今は精一杯後悔のないようにやることだけはやろうよって言ってくれて、もう毎日毎日感謝して祈ってました。そしてその翌日2月の27日、主人はそのまま亡くなってしまいました。そしてすぐにサリーさんに電話して、神様なんかいなかったじゃんって言って一言で電話を切りました。で、その時ふっと主人の顔を見たら、主人が笑ってたから、笑ってて笑ったような気がして、その時に、ああ主人は今健康な体を手に入れて天国に行ったんだ、理解することができました。今振り返ってみると、病室で見たあの光の癒しは、まだあの時主人は永遠の命が与えられてなかったから、死んで地獄に行かないように神様が癒してくださって、あの駅で見たあのスポットライトを浴びたようなあの光の印は、これで天国に行く準備が揃ったよっていう意味だったと思います。サリーさん、マルックさんご夫妻を私たちに使わせてくださったこと、また以前に秋元牧師がメッセージの中で、神の栄光は困難と共にある、その意味を教えてくださったイエス様に感謝して、今は感謝しています。